はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回も、シードル、日課シードルの、今度はドライですね。スイートではなくドライという青色のねパッケージ、アルコール度数が 5% です。ちょっと強め。スイートが 3% でしたからね。リンゴ 100% スパークリングワイン。まあ基本的に同じことが書いてあるね。リンゴ丸かじりのみずみずしさを楽しむことができる。糖分、香料、着色料を一切加えないリンゴ 100% のスパークリングワインです。原材料がリンゴとリンゴ酸と酸化防止剤となってます。特に言うことはない。よいしょ。でも、リンゴ 100% です。糖類も加えてないってことは、あれか。こっちのドライに使ったリンゴは多分、あんまり甘さが少ない、糖類が、糖度が低い多分、リンゴを使ったんだろうね。そんじゃ、乾杯。ああ。ああ。白ワイン。うん。あんまり甘くない。あ、甘くないね。ますます白のスパークリングワインに、味がそっくり。結構酸味があるし。これアップル、ほとんどこれ、本当にブドウの味がするんだけど、なんでなんだろう。ブドウの味っていうか、ほとんどリンゴの味しない、これ。本当に。普通のこれ何も言われないで出されて、スパグリングワインですって言われて出されて、どうもって言って飲んで、もう何も感じずに、もうそのままスルーするよ、俺。リンゴのスパークリングワインだと絶対わかんないと思う。普通の今まで飲んだことのある普通のスパークリングワインだなと思って、多分飲むわ。何もわかんない。甘さもほとんどないし。しっかり酸味もあるし。これあれだわ。ワインだ。普通のワインだ、これ。普通のワイン。値段がなんか 200ml しか入ってなくて、なおかつ200円もするっていうのが高いけど。それ以外は普通のワイン。普通の白ワインですね。なんかアップルワインって前飲んだけど、あれに比べると、もうほとんどあれだね。本当に、アップルワインはかなりアップルの味したから、あれだけど。全然あれだね。普通すぎて。普通にブドウの、ワインと何ら変わらん。これだったら俺は
ちょっとないな。これはちょっと買う価値ないね。ああ。これだったら俺、リンゴ 100% ジュース買ってきて、あれで割って、ウォッカとかさ、ズブロッカで割ってシャルロッカ作るわ。そっちの方が好きです。ほとんどリンゴの味がしない。ほとんどしない。もうわからん。全然わからん。こりゃダメだな。2と。コク。ほぼない。甘さもほぼない。香りはまあ、普通ぐらいか。これは二つ星だ。2232です。ご視聴ありがとうございました。